はい、本日は4月21日火曜日6時45分の相場解説ドル円になります。まずデイリーから見るんですけども、昨日ね、デイリーの方はここにゾーンが引けて売りで下がるにしてもですね、この線までだよってことを申し上げました。で、昨日の時点ではこれ上髭が出てますんでね、下に下がるんではないかなと思っていたんですよ。あ、ちょっとすいません、メモリがうまくいかないですね。これね、上髭が出ていますね。で、下髭も出てるんですよ。これが厄介なんですけども、次のチャートバーが陽線でありつつも上髭の方が長いんで、これは下の方に行くんではないかなと思いますよね。でも全体的にはね、これね、横ばいなんですよね。それからボラティティなんですけども、こうやって収まりつつあるじゃないですか。こういう風にね。ちょっともう一回消しましょうか。すいません。ごちゃごちゃしましたね。ボラティティなんですけども、上下の振れ幅が、だんだん小さくなっていってるんですよ。ね。で、今後は、こういう風になっていくんではなかろうかっていう風にぼんやり考えてます。まあですので、横ばいになりつつありますよね。で、横ばいになった後はやっぱりブレイクが起きますんで、ブレイクがどっちの方向に行くかってことを検討するわけですよ。その時に、ここにゾーンがありますから、これが一つね、下に突き抜けていくのか、跳ね返って上の方に行くのかの、試金石になるってことです。これが全体像です。では4時間の方でもうちょっと細かく見ていきましょう。はい、ここでですね、ゾーンっていうのはこうやって引けるわけですよね。ここはね、ゾーンが引けると。なぜなら、ここに当たって上に行ってるよと。ここに当たって上に行ってるよって感じですよね。では次はゾーンを延長すると、今ね、横ばいに入ってるこれが、下の方にもし行くとしたらですね、ここで跳ね返る可能性が高いよってことですよね。跳ね返らずに下に突き抜けたら、大きく下の方に行くと思います。どこまで行くかというと、ここまでです。ここまで下に行くということで、売りで、テイクプロフィットラインをここに設けてね、ここに設けて、セルでエントリーすればいいってことになりますよね。ほら、ここが力点になってます。ここが下髭を大きく出してきっかけとなって上に登ったわけじゃないですか。で、記憶に新しい方もいますけども、このゾーンっていうのは、ずっと向こうからね、影響を及ぼしてきてるわけなんですけども、このゾーン跳ね返って、で、2回目の、こう、跳ね返りがあるかなと思ったら跳ね返らずに下の方に大きく突き抜けたということで、このゾーンもかなりね、意味を持っているところだということですね。1日じゃなくて1時間か。1時間足を見てみましょう。はい。ゾーンはね、片っぽちょっと消えちゃいましたけども、こっちのここら辺ですよ。これ向こうに続いてますからね。向こうにね。で、これからのことを考えるゾーンっていうのが、こういうふうに広がっていますから、今はまあね、こうやってギザギザしながら進んでいるところですね。昨日の時点ではどういうふうな形になるのか、なんとも言えなかったんですけども、今ちょっと横ばいに入りつつあります。これが、2つの可能性がありますよね。このまんま、下の方に落ちていくよー、みたいなね、形です。そうなった時っていうのは、ここに当たった時が、エントリーのタイミングになります。セルで追いかけるのか、それとも跳ね返って、バイの方で取るのかね。このゾーンに当たった瞬間に注目していきましょうっていうのが一つです。もう一つは、横ばいを継続、もしくは、なんか若干の上昇もあるかもしれませんけども、ギザギザしながら、滞留していくって感じです。まあそうですね。まあ横ばいですね、どっちにしても。下の方に向かっていくか横ばいに行くかってことは2つの仮説なんですけども、上に大きく跳ねるっていうのは、このね、ゾーンに当たらない限りは考えられないと。考えられる可能性少ないと思います。ですので私は2つの可能性を見出してます。このまま横ばいなのか、下の方に行って、ゾーンに当たって、跳ね返っていくのかってことですよね。引き続き注目していきましょう。それでは、今回は以上です。